アイハヌムから発掘されたアンティオコ水星の金貨。左側の写真から本物かどうか確認するために付けられた傷が確認できる。偽金は偽造された貨幣のことである。偽金とも書く。一般に使用を目的として通貨を複製、偽造し、肉眼、機械その他の方法での判別を困難にしたものを言う。 そういうものを作ることを通貨偽造や偽金作りという。また紙幣を偽造した場合、偽造された紙幣は偽札と呼ばれる。偽金の歴史は通貨の発生と共に起きたと言われている。つまり、通貨ができるとすぐに偽金作りが行われるようになり、二つは同じくらいに歴史が長いとされているのである。偽金は通常はその国の民衆などが利順を目的として行うものである。 だが、自国貨幣が国際通貨としての価値を有する大国の周辺部の権力者が相手国の証券に深く関与すべく国際通貨を偽造した例もある。例えば、コンスタンティヌス一世が鋳造を始めた東、ローマ帝国のビザント金貨はヨーロッパ全域で通用したのみならず、フランク王国などのゲルマン諸国家では国家による偽造すら行われた。続いて、 イスラム帝国が台頭すると、そのディーナール金貨及びディルハム銀貨が今度は偽造の対象となり、アマツさえキリスト教徒であるはずのヨーロッパの君主たちが、これらの金銀貨に刻まれたコーランなどのイスラム教の、ショークまでもそのままの形で偽造するありさまであった。そうでなければ、通貨として信用されなかったのである。なお、この事実を、地中海がイスラム世界に組み込まれて、 ヨーロッパの商業が衰退したと見るか、それとも逆に、イスラム世界とヨーロッパが地中海を介して一つの巨大な国際通商圏を形成したと見るかで、歴史学者の間でも意見が分かれている。近世には、マリアテレジア女太鼓統治下のハプスブルク家が、発行したマリアテレジアターラーが、中近東やアフリカなどで信用され、本国の発行停止後も、イギリスやイタリアが、 現地向けに20世紀中期まで鋳造したとされている。日本では古くは市中船と呼ばれ、大法律量にはこれを処罰する規定が定められているが、和道改沈発行後に最高刑が死罪まで引き上げられた。市中船とは、日本の朝廷が発行した貨幣以外の貨幣を指すものとされ、平安時代末期には創船などのトライ船が支柱船にあたるかどうかについて、貴族や 妙暴化などの間で議論された。実際にトライ戦を市中戦と同じとみなして、総戦金指令が発令されたこともある。だが、校長12戦以後、日本政府が貨幣を発行することはなくなり、一方で、貨幣経済の発達により、社会からは一定の貨幣供給量が求められることとなり、不足する貨幣をトライ戦で補う以外に選択肢はなかった。 トライを流通させても、なお貨幣供給量は不足し、市中線の鋳造は日本全国でごく一般的に行われた。江戸幕府による参加体制の確立に至って、戦火の私はすべて偽金として禁止された。ありがとうございます。